から年賀状来てるわよ。木版画。ったくお前らは元旦早々呼び出しやがって、気合い入れて総攻撃でも仕掛けてきたのかと思えばよ。なんで全員で俺を拝んでんだよ。ったく何考えてんだおめえら。初日の出です、レッドさん。初な何あの昨日はあの田舎に帰らなかった怪人たちがアジトに集まって年越ししたんですけど、その時に初日の出見に行こうってなったんです。でもお酒帰ってきたらなんだか面倒くさくなっちゃって。外寒かったし、バック様寝ちゃったし。そしたら誰かが、そういえばレッドさんは太陽の戦士だからレッドさん拝めば同じことじゃねえって言い出して、ああそうかってなって。なるんじゃねえ。お前初日の出見に行くのが面倒くさくなって俺で代用したってどういう思考してんだおめえら。まあ考えてみると、元旦だからって太陽を拝むなんて行為そのものが別にどうでもいい話じゃないですか。いや、やめりゃいいじゃねえか。いやそこはほら縁起物なんで。また悪の組織が縁起とか。あ、でもバンプ様は最初は止めたんですよね。バンプ様は参拝否定派だったんですよね。やっぱり最終的にこうなる可能性があったんで。でも来てんじゃねえか。なんだ参拝否定派って。実は私、初日の出をちょっと楽しみにしてたんです。でも酔って寝ちゃって、起きたら昼近くてもう日が昇ってしまって、残念で。それで結局妥協してレッドさんでもいいかなって気持ちになっちゃいました。妥協言うな。レッドさんが分かってくれる方に一縷の望みを託しました。うるせえ。初託ししました。やめろその小学生に。菊長つうかよ、なんで呼び出ししてんだよ。なあおかしいだろ。初日の出って出てくんのを待つもんだろ、受動的なもんだろ。なんでそっちから呼び出してんだよ。俺が出てくんのを待つべきだろ。何強制的に日の出させてんだよ。いやあの待ってたんですよ、かなりな。1時間以上待ってたんすよ、マンションの下で。でもすっげー出てくる気配なかったんで、上まで様子見に行こうと思ったんすけど。いやもし新年早々佳代子さんとすげえいいことしてたら悪いよなっつってみんなで言って。聞けねえよ。みんなで言うんじゃねえ。チッス。なになに、佳代子さんと何したって。よく聞こえなかった。私、おめえは出てくんな。めんどくせえな。ほんとおめでたいやつらだよてめえら。おでめた。で何を願ったんだよおめえら。初日の出見たら願い事すんだろ。何願った。あ、せーの、世界征服です。天体戦士サンレッド。これは今年も神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。あんたあれ。あ、神頼み。明けましておめでとう。ヘンゲル将軍、バンプ将軍から年賀状が届いております。バンプよ、年賀状のあれは2010年ということを考慮してトラと捉えていいんだな。島柄の生物らしきものは。バンプさん、明けましておめでとう。明けましておめでとう、かやこさん。ああ、でもあの人今いないのよ。初詣から帰ってきてすぐパチンコ行っちゃって。よかったら上がって待ってて。いえ、今日はかやこさんに新年のご挨拶に来ただけだから、今年もよろしく。あら、こちらこそよろしく。あとレッドさんにさっき言い忘れちゃったんで、今年こそは息の根を止めてやるってお伝えください。今何時？そうね、大体ね。だ、時計してくんの忘れた。そりゃ忘れるよな、急な呼び出しだもん。新年早々なんだっつんだよ。もうよ、マネしな。ちょ、もう公然とお汗切り出さないでくださいよ。
逆にやられてるこっちが恥ずかしいですよ。あん時のさ、2010年初ハサミブルシザーズは俺のウルトラスーパーハイグレードな新必殺技ジャキュー。年末やることないから考えたんだよ。今年はこれでいくから。はあ、アントキラーさん泥だらけですよ。ん、おい後ろも。はい。いやー、死ん中で爆睡しちゃってさ、起きたのさっき。何時間寝てたんだ俺昨日の夜から。土の中ってどこで寝てたんですか。大晦日だっつーのによ、紅白も格闘技も見なかったよ。そんなに早くから寝てたんですか。10、11、12、12時間半、12時間半寝てた。アンダーグラウンド年越し。あら、上の方、多摩川の。え、山の方。あ、あ、潜った場所ですか。お決まりですか。あ、やべ、決めないと。俺、和風照り焼きドリアとメキシカンピラフ。めっちゃ腹減ってるから2個頼んじゃう。朝飯食ってねえから。はい。あ、じゃあ僕は A ランチ。いやめっちゃいい場所見つけたわ。あれ、アントキラーさんまたタバコ始めたんですか。年末の口の焼き鳥屋で飲んだ時にさ、隣に座ったおっちゃんが土木関係の仕事してる人でさ、土の話で盛り上がっちゃったのよ。でそのおっちゃんが言うにはよ、夏に多摩川の河川工事やったんだけどもよ、あの辺いいぜ、おすすめ。わかる？どういうことか。あれですかね、河川工事が必要な土質は崩れやすいから、逆に僕らにとっては掘りやすい。そうで、教えてもらったところに行ってみたらビンゴ。アントキラーさん、風ですか。すげえ馴染みのいい土質でよ、厳密に言うと土っていうより砂なんだよな、キメの細かい。へえ、一度掘ってみたいな。やっべえ、風邪ひいたかな。ほら、山の方だからよ、朝方冷え込んだんだよ。そういえば夜中、雨降りましたよね。そう、土が湿ってきてめちゃめちゃ寒くて目が覚めたんだけどよ、睡魔の方が勝ってたから、そのまま二度寝しちゃったんだよ。あ、土中あるあるっすね。あるある。あるあるじゃねえよ、うるせえや。もう食べないんですか。アントキラーさん、お腹空いてたんじゃ。ドリアもピラフもきついわ、現時点だと。あー、熱っぽくなってきた。大丈夫っすか。あー、なんかふにゃふにゃしてるの。なんか200年ぶりだよこれ。あー、気持ち。帰るわ。帰っちゃった。てか、呼び出した理由は。それからアントキラーに風邪をうつされたモギラモゲラは三が日を布団の中で過ごすことになるのだった。川崎支部の起きて。バンプ様、あお買ってきました。あ、ご苦労様。あ、バイヤー君、うちで福袋って言ったらスーパーマルエスの生活用品のやつでしょ。バンプ様、ヘンゲル将軍から年賀状来てますよ。ヘンゲル将軍、今年も素晴らしい切り絵の出来ですね。そうか。皆さん、明けましておめでとうございます。新年1回目のさっと一品、今年も楽しくお料理していきましょう。今日の料理はキャベツと餅のお好み焼き風、相性バッチリ、お手軽でボリューム満点。レトさんも喜んでくれると思うよ。楽しみ。みんなもおせちやお雑煮に飽きたら試してみてね。では材料の紹介。切り餅2つ、キャベツはお好みの量で、それにサラダ油、醤油ですね。まずはお餅を入れた容器に水を注いで、餅が浸るくらいですね。お餅がトロトロになるまでレンジでチンします。時間はどのくらい。とりあえず2分くらいかな。次にキャベツを切ります。大きさは画面を参考に。硬い部分は薄くスライスですね。次にフライパンにサラダ油を敷いてキャベツを炒めます。キャベツがしんなりするまでですね。ここにトロトロになった餅を入れて、うわー、こんなに柔らかくなってるんだ。餅にキャベツをまとわりつかせるような感じでさらに焼いて、あ、本当にお好み焼きみたい。鍋肌からお醤油を回し入れて完成。キャベツと餅のお好み焼き風。うん、いい匂い。他の具材でも楽しめそうですね。うわ、
お餅がトロトロでよく伸びる。お餅も世界征服も粘り強くね。あ、はいはい。